車で行こうです。ホンダが世界初となる二輪車用の DCT デュアルクラッチトランスミッションを開発しました。大型バイク用に開発されたこのトランスミッションは用途に合わせた3つの変速モードを持っているそうで、構造的には自動車用に極めて近いようなんですね。うん、そうだね。写真をよく見てみると、まあ、なんと DCT がエンジンブロックの中に組み込まれているということで、まあ、こんだけコンパクトに作るっていうのはなかなかすごい技術だと思いますね。まあ、ホンダにはまだ自動車用の DCT がありませんので、うん、まあ、この技術応用できそうですよね。そうだね。DCT というのは燃費とそれから走りの楽しさを両立するシステムとして今非常に注目を集めているものだけに、まあね、二輪用ができるんだったら四輪用もできるはずだということで、本田さんね、できるだけ早くこの技術を四輪にも、搭載してほしいななんて思います。はい、それでは早速参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎Engine for the life。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今回紹介するのはルノーから10年ぶりにフルモデルチェンジして発表された、ルノーのカングーです。まあ、実はこのカングーなんですけれども日本で一番売れているルノー車だということでちょっとびっくりしたよね。そうなんですよね。うん、まあ、ルノージャポンの資料によると、日本でカングーの販売台数は累計で9000台以上、全世界で250万台以上なんだそうです。いや、愛らしいスタイリングと、まあ、積載能力の高さがこのヒットの理由につながっているそうですね。うん、まあね、先代のカングーっていうのはねすごく可愛らしくて、まあ、コンパクトでね、でも荷物がいっぱい詰めてとってもこれ魅力的な車だったんだけれども、まあね、新しいモデルも一見するとよく似てるよね。で、まあ、こういう遊び心という意味では先代から全て引き継いできているこのカングーなんですけれども、今回ですねラテン語とフランス語の造語であるルドスパス、遊びの空間というのを新たにコンセプトとして据えてきました。5ナンバーサイズだった従来モデルと比べてルノーシニックをベースとする新型はボディが大きくなり、従来型よりも居住性が大幅に向上しています。ある意味一クラス上のものを使ってるってことですよね。うん、まあ、最近のルノー車っていうとコレオスもそうだったんですけど、まあ、一時期のドイツ車を意識した固めの乗り味から、まあ、従来のフランス車らしいソフトでコシのある走りを実現している印象がありますよね。うん、まあ、カングーの乗り味がどうなっているのかちょっと今回すごく楽しみにしているんですけど。そうだね、まあ、そこら辺本当に注目なんですけれども、今回のカングーなんですけれども基本グレードは 1.6 リッターガソリンエンジンを搭載する、一つだけです、グレードは。そしてトランスミッションは4速 AT と、5速 MT の2種類を、設定しています。今回山中湖の試乗会の会場にお邪魔して4速 AT を積んだ新しいカングーに試乗してきました。それでは VTR をご覧ください。新しくなったカングーに乗ってるんですけれども、これはいいですね。まずこの車シートに座った瞬間からもうシートが体にぴったりと沿うように変形して優しく受け止めてくれるんですね。で、走り出すと今度は路面の凹凸を足がきれいに動いて吸収してくれる。その結果シートとサスペンションによって他の車でちょっと味わえないような優しい感じの乗り心地になってますね。新型のカングーで一番旧型と変わった部分は幅が
ものすごく大きくなったということですね。以前は1700ミリ以下だったんですが、今回1830ミリまで大きくなってきて、まあ、国産車で言えばアルファードと同じぐらいの全幅になったと、座っているとこのやっぱり車幅というのはすごく感じます。静粛性に関してはこれは相当上がってます。路面からの音とかエンジン音の抑え込み、それから外部騒音すべて含めて、大幅に静かになっているんですが、動力性能これはまあ大して変わっていないというか、むしろ、ボディが大きくなって重くなった分動力性能の余裕というのは少なくなってますね。で街中で、まあ、平坦路であれば特に意識させられることはないんですが、ちょっと上り勾配になってくると常にアクセルをもっとこう深く踏み込んで車速が伸びてくるのを待つというような雰囲気のシーン、それがどうしても増えてきますね。まあ、今ちょっとしたコーナーを回っているんですけれども、ハンドリング特にそのロールの出方は先代と比べると相当ゆったりとした感じで、ロールも抑え込まれてますね。というのもやはりこの左右のタイヤの距離、トレッドと言いますけれども、これが今回全幅が広がったことによってトレッドが広がっている。そうすると同じバネの硬さでも相対的にロールというのは抑え込むことができるんですね。ペースを上げ気味でコーナー入っていってもしっかりとこう抑えが効いている。これは先代と比べて大きく進化したポイントの一つですね。はい、高速道路に入ってきたんですが、直進安定性すごく優秀ですし、ステアリングのちょっと切ったところ指1本分とかそこら辺の動きが滑らかで正確なんで、本当にこう車線内での、微修正も無意識のうちに決まるということで、まあ、これがちゃんとできていると高速道路は、すごく快適に疲れずに走ることができます。まあ、こうして運転席から外を眺めるともう視界の良さっていうのは驚くほどですね。この A ピラーがうまい具合にこうカーブを描いていったり、普通はこう内側に倒れてるんですけれども、それが垂直に立ってる。そこでもうフロントのガラスの横幅、それがすごく大きいんですよね。ですから死角が少なくて広々しているということで、パノラミックな視界を、堪能しながら走ることができます。高速道路を淡々と巡航している限り、このエンジン、特に気になる部分はないですね。このカングー新型も、AT そして MT 両方用意されていて、この4速の AT というのは昔からルノーとプジョーが使っている、タイプで、結構好き嫌いが分かれるチューニングがされてるんですね。このスリップが少ないというんですかね、トルコンのスリップが少ない非常にタイトな感じの駆動フィール、これねどんどん、気に入っていく人が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、今回ボディが大きくなって、適度にロールをしながらでもなんかこう腰のある走りってすごくこのルノーらしい走りですよね。そうだね、フランシャは一時期ドイツ方向を見て自分たちをその猫足っていうのかな、フランシャ流の乗り味を失ってた傾向があったじゃない。それがコレオスもそうだしこのカングーもそうだし戻ってきてくれたっていうのがすごく乗ってて嬉しかった。その一方でエンジンなんかに関して言うと先代と同じでもちょっと重くなった分、少し余裕はないかなと思うんだけど、そういう人には実は MT 仕様があってね、マニュアルギアボックスでガンガン回しながら運転してもこれは意外と楽しいんじゃないかななんて思ったね。そういう選択肢があるのは本当に羨ましいですよ ね、 そうだね、うん、日本のミニバンでなかなか乗れないからねマニュアルは、はい、ともちゃん走りで気になったことありましたか。はい、やっぱり全幅が大きくなってるんで、女性の目から見てちょっと横が大きすぎるように感じるかなと思ったんですけど、でも実際に乗ってみると窓枠の位置がちょっと下がっていたり、アイポイントがちょっと上がったり、あとボンネットがこう目にかかりにくかったりして、意外と死角が少ないんですよね、だから結構安心感が持てたのが意外でしたよね。そうだね、視覚が少ないというのは例えばバックするときに後ろ振り向いてもすごくよく見えるしね。あと大きくなったんだけれども幅が大きくなった反面タイヤが大きく切れるようになったということで、最小回転半径はなんと先代よりも小さい、
小回りは効くようになってる、そこら辺は、まあ、道幅さえあれば、例えば駐車場への切り返しであるとかそういうところはむしろ今回の方が良くなっているということで、まあ、大きくなったけれどもある意味運転しやすいケースも出てきた。そこら辺は、まあなんていうのかな、実用車としての作り込みというのは相当いいとか言ってると思うよね。本当ですよね、うん、はい、この後は、インポーターの方にこのルノー Kangoo についてお話を伺っています。 CM です。はい、ここからは新型ルノー Kangoo についてインポーターのフレデリック・ブレンさんにいろいろとお話を伺っていきます。ブレンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、しかし、まあ、これ Kangoo はこれで2代目ということなんですけれども、初代と比べると随分立派になりましたね。まあ、日本っていうのは世界中の中で最もミニバンが多くて充実している国だと思うんですけれども、そんな中でこの Kangoo がなんかな、すごく強い存在感とか、うん、好調な販売を記録している秘密というのはどこにあるとお考えですか。おそらくですね、このサイズでこの空間っていうのがしっかり5人が座れて、うん、さらにちゃんと荷物が乗られるっていう、まあ、ミニバンユーザーにしてみれば一つ羨ましい、うん、ところのではないかなと思っております。これ先代からデザインというのは非常に個性的な車だったんですけれども、今回、まあ、ちょっと洗練された感じもあるんですが、これデザインの新型のポイントというのはどういうところにありますか。ね、大きく挙げるとしたらですね、まず2つっていうのは、うん、まあ、さっき言いました、ボンネットですね、フロントフェイスから見た感じは旧型とほぼ変わりませんが、うん、ショートボンネットになったっていうのが非常にの、まあ、ポイントとしては挙げられるかなと思います、うん、もう一つっていうのがこちらの A ピラーなんですけれども、うん、実は旧型がまっすぐ降りてたところが、はい、ラウンドして細くなって、それでまたちょっと太くなるっていう複雑な形してますね。こうそうなんですよ、うん、でこちらが、まあ、もちろんデザイン上には、大きく意味するっていうのが、大きくなったことなんですけれども、あんまり見せかけないためにはこういった丸く、うん、細く、うん、デザインをされるっていうのは一つと、もう一つなのは機能性なんですが、うん、視認性を向上するためには、うん、なるべく前の方に出て、そうすると運転席から、左も右も、うん、ゆとり感が出てしっかりと両サイドで見切り、うん、まあ、見やすいところに、なることで、うん、このデザインになりました、うん、確かに室内から見るとものすごく開放感ありますよね。はい、はい、フレンさん、なんかこういう緑の多いところでこの Kangoo でね、開けてこんな座っちゃったりして、うん、結構なんか楽しいですね。楽しい空間ですから。そうするとやっぱりその子供たちのことも考えたその設計みたいなものっていうのもあるんですか。はい、そうですね、まあ、後ろの部分っていうのは全て子供のために捧げたような感じなんですね、はい、シート一つにしてもボックスとかアンダーフロアボックスとかですね、はい、うん、こういったものが全て子どもの空間、子どもの城、うん、子どもの秘密地域みたいが、うん、まあ、作れるように考慮された車でありますね、うん、なるほどね。やっぱりその日本のミニバンって結構スポーティーなのが多かったりとか、うん、あるいは子どものためっていうとテレビのね、はい、画面を置いたりとか、うん、そういう方向じゃないですか、はい、それとは全くなんか逆の方向ですね。はい、いわゆるアナログっていうか、うん、木のおもちゃみたいのですね、うん、今みんなまあ、デジタルのゲームとかやったりしますけども、うん、Kangoo っていうのはどっちかというと一個昔のこの木のおもちゃで子供が遊ぶような、うん、遊ぶような感覚で遊んでいただくっていう感じですよね、うん、なるほどね。今シートをパタパタっと倒してる状況なんですけれども、これ本当に広いけれども、これどうやってブレンさんだったら使いこなします？まあ僕だったらですね、まあ、いろんなものを考えられるんですけれども、うん、まあ、例えば、サーフボードでしたらロングボード入れたり、ウィンドサーフィンする方もウィンドサーフィン入れることもできるし、バーベキューセットそのまま入れられるし、うん、あとは家族にはですね、すっごく大事なところなんですが、うん、ビビーカーは畳まずにそのまま入れられることができるんですよね。リアシートを使ったままでここのちょうど荷室のところに入っちゃうんですか。はい、そうなんです。だから、まあ、倒さないまま
ちゃんとその、ベビーカーをそのまま入れることもできるし、うん、本当にさまざまのその時のその時のニーズに合わせて、うん、お客様がですねあえてそういうのを提案してもらいたいというのもありますし、なるほどね、アイデアがあればすごく本当に自由自在に自分の空間は作れるわけですから、確かにだからこうやって何に使おうかって考えるのが楽しいんでしょうね。それが楽しいんですよ、うん、まあ多くの人にねそのルドスパスというのをね、はい、あの共有してもらえるといいなと思いますね、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、相変わらず日本語の上手なブレンさんだったわけだけれども、ここでルノー関宮の評価に行きたいと思います。僕の評価はこうなりました。丸、猫足です。まあ、猫足といってもなかなかご存じない方はいらっしゃるかもしれないんですが、猫が例えば塀から落ちるときにストッと本当にあのしなやかに降りて着地する、そういった猫みたいな足さばきがこのルノーの関宮にはあったんですね。でなかなかこういう車、こういう足回りの車お目にかかったことがなかったのでびっくりしたんですけれども、と同時に、フランス車ルノーが、またこの猫足をかつての猫足を、再びね取り戻してきてくれた、そういう意味ではとても嬉しかったですね。今後もこういった足回りを作り続けていってほしいと思います。でバズ、全幅1800ミリオーバーです。まあこれあの当然室内広くなりました。で荷物もたくさん積めるようになりました。で幅を広げた分ハンドルがいっぱい切れるようになって最小回転半径も小さくなっている、いいこともいっぱいあります。その反面日本では、例えばうちのスタッフ、この番組のスタッフなんですけれどもいいな、でもうちの車庫には入んないんだよなっていうのが一人おりました。そうなると、まあ1830ミリね、まあアルファードと同じくらいの大きさになっちゃったっていうのはいいこともあるんだけど買えないよっていう人が出てくるのがちょっと、残念なところだなと、いい車だけにそこがね、残念なところだなと思いました。なるほど、はい。私はですね今回の丸、これは想像力が膨らむ空間です。まあ、ミニバンというと日本車もかなりのアドバンテージを持っていて、例えばデジタル性的なエンターテインメントとか走行性能とかすごくよくできてはいるんですけど、もし私が子供を育てるんだったらこの車を使って何をしようかっていう発想力が育つこの関宮を選ぶっていうのすごくいいと思ってるんですよね。まあそういった意味では、まあ、まさにチーク玩具的な、チーク玩具、ね、うん、子供を育てるね、シンプルなだけに想像力膨らませるよね、はい、うん、そういうのもいいかなと思います。そしてバッテン、これは動力性能です。まあ、ルノーらしい、まあ、穏やかな走りをする意味では、まあ、この動力性能でも十分かなと思ったんですけど、うん、まあ、今回はそんなに後ろに荷物を積んでいなかったのでそう思ったんですね。まあ、もっと重いものをたくさん積むんであればもう少しパワーがあってもいいかなと思いましたね。うん、なるほど、はい。というわけでルノーの関宮2人の評価はこうなりました。 CM です。森のコーナーです。今回のお題はこちら、関宮を使い倒せです。今回はルノー関宮のユーティリティをさまざまな観点から検証したいと思います。 VTR どうぞ。まずは前席に座ってみました。頭上の空間はほとんどバスに乗っているみたいなんですよね。幅も従来モデルより90ミリも広がっています。そして頭上にはフロントオーバーヘッドコンソールがあります。かわいいシート地はフープというネーミング、なんとシャボン玉をイメージしているそうです。後席のスペースも必要十分、同じ形状のシートがきちんと3人分用意されているんです。また後席の頭上にも3連式のオーバーヘッドコンソールボックスがしっかりと用意されています。さらにフロントシートバックテーブルもついています。これらの収納スペースは新たに装備されたセンターコンソールボックスなど合計で77リッターもの容量が確保されています。関宮の売りといえば広大なラゲージスペースですよね。その前にまずご紹介したいのがリアドアです。左右の観音開きなんですが、ドアヒンジが2段階になっていて左右ともに180度まで開けることができます。
収納スペースのアレンジも多彩です。トノボードは上下2段の調整が可能。使わないときにはご覧のようにリアシートの裏に畳んで収納ができます。そしてリアシートを畳めばフラットな空間の出来上がり、さらに助手席も畳むことができます。この助手席がなかなかの優れもの。シートの座面が完全に床に落とし込まれる機構が採用され、フラットで広大な空間が出現します。この時のトランク容量はなんと2866リッター。長さ 2.5 メートルの棚も収納できちゃいます。まあ、仙台同様、まあ、収納力抜群のカングーなんですが、うん、五郎さんいかがですか。そうだね、本当にこれは広いで、広いだけじゃなくて、例えばね、さっき助手席のシートの畳み方すごく特徴的なんだけれども、あれもっと簡単にシートバックだけパコンと倒すことだってできるはずなんだけれども、座面を一緒に下げることによって座面の厚さをねしっかり確保できるでしょ。ということは荷物も積めるけれども座り心地も妥協しないよ、だからああいうとこにきちんとコストをかけて凝った作りをしますよっていう、まあ、メッセージみたいなもんでね、ルノーからのそこら辺のこだわりってすごいと思うね。いやーさすがですよね、うん、皆さんもカングーを自由な発想でギアの一つとして使い倒してみてはいかがでしょうか。以上藤友流でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、軽カースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上11紙の中からご希望の本を抽選で110名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 DVK ホームページまでアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車で行こう、今回ルノーカングーを紹介しましたが、ともちゃんいかがでした。はい、まあ、ボディが大きくなったカングーなんですけど、うん、まあ、コンセプト自体は先代と変わってないですよね、うん、まあ、それにこの車の不思議なところって、この新車でピカピカにして乗るよりも使いこなしてこそかっこよく見えるっていうのがいいと思う。ちょっとバンパーの角こすって、それも個性の一つみたいなね、どんどんそうやって自分色に染め上げていくような、まあ、そういう楽しさってあるよね。そうなんですよね、うん、まあ、トモちゃんだったらきっとね、レース用のギアとかタイヤとかそういったもの積むんだろうね。いやーサーキットに持ってたら最高にいいと思いますよ、うん、荷室幅も広いからカートなんかも乗せられるかもしれないです。そうそう、実は先代まではカートタイヤ外さないといけなかったんだけど、今回大きくなったからそのまま入るようになったんだって。いいですねそれ、うんうん、そういう意味では本当に知れば知るほどね、どうやって使いこなそうかっていうね、もう想像力が膨らんでくるんだけれども、まあそれとはもう一つ別のポイントとして、やっぱり乗ってみて気持ちのいいシート、気持ちのいいサスペンション、そしてしっかりとした直進安定性、車としての、まあ出来上がり、機能、乗り味、これがすごく洗練されているというところが、まあこの車のね、大きな魅力で、はっきり言ってこれだけ乗ってて気持ちいいミニバンというのはなかなかねないと思うんだよね。いや、そういう意味では静粛性も上がったし、あとサイドエアバッグなんかも装備されたりして、うん、乗用車としての格がすごく上がった感じがしますよね。そうそう、これ実は本国では商用車も 40% ぐらいね先代あったんだけど、今度はさらに商用車率は下げて乗用車率を高くしたい、要するに人を大切にした車っていう車ね、そういう作りが新型の特徴だってブレンさんも言ってましたね。あとはまあ、ね、ボディカラー12色あるからね。いやすごい豊富で自分らしい色を選べるのいいですよね、うんうん、その豊富な色からどんな色を選ぶんだっていうところからまたね、楽しみ想像力が広がっていくわけですよね。はい、来週はレクサスのハイブリッドカーを特集します。ではお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。